セ・リーグの話やけどさ、阪神、クライマックスのことを思えば、あんまり巨人と戦いたくないと思うねん。ほぼ2位勝ほぼ、な、巨人が来たら、菅野マイコラス強いやん。いや、そうなんですよ。そやろほんなら、もうそこで短期決戦でさ、菅野マイコラス来られてみ、ちょっと、うんと厳しい試合展開予想されるやん。ベイスターズと戦いたいで。 どっちかといえば。う,うん。でもね、ベイスターズと5連戦やね、これから。そう。どライするそうなんですよね。おもろいやろう<ー>ん。なあ、ベイスターズやっつけるだけやっつけたら、巨人が上がってくるわけですよ。まあ、ナマップですけども、そのセリーグの阪神ちょっと話を移しますと、阪神、うん、と DNA はここまで13勝が阪神、8勝が DNA なんですよ。うんうん、ただ、これ、横浜スタジアム。うん。なんですよね。うん、いや、それでもさ。はい。 でも負けたくないし。だいろんな気持ちが交差するでしょうじゃあ、ライオンズとイーグルス。あ、そう。一試合だけ甲子園で、四試合が横浜スタジオ。まあ、いずれにせよ直接対決ですよ。はい。その直接対決の時の、手の、手の内の、どこまで手の内広げるかとかさ。で、短期決戦の戦い方も模索しなきゃいけないんでしょうそういう意味で行きますと、今度28日に、ライオンズはヤフオクドームで、ホークスと対戦するんですよ。はい。で、 なんと言っても、ライオンズは、あの、ヤフオクドームで、弱いんですよ。で、さらに、菊池雄星投手が、果たして、ここ投げるかどうかっていう。いや、あのね、菊池がほんまにこの短期決戦で、あの、ザ・菊池になるには、そこ投げて、勝ち星取らなきゃ。まあ、飽きりは今の菊池やったらいけるって。 そうですか。うん、ただ、前回ですね、ちょっとあの、熱を出しちゃいまして。あ、出たね。ええ、まあ6回、それでも無視点だったんですけども、まあその戻りがどうか。あれ、ピッチャーって、その、熱が下がったからといって、すぐにパフォーマンス発揮できるわけじゃないですよね。うん、まあね。はい、まあ、俺あんまり熱出る人ちゃう方から分からへんあ、そうですか。俺の体調管理は普通じゃないからね。はあ<う>。俺、風邪で練習。 あかんかった。体調不良で練習ダメだったっていうのは、や、うん、める年の一回ぐらい。もう体が全然おかしかった。<ー>頑張りすごいですね。ーローテーション回ってる時に風邪で登板回避とか、<ー>体調悪くてどの子の言ったことないから。あ<ー>、そうなんだ。はい。すごいですね。ししで、そんなこどんだけ食べたいものいっぱい食べてたか。 いいいっぱ食べてやだから、普通じゃないですか。俺は強く、なあの、ビタミンなんとかとか、サプリメントの対応リストとか、俺はじゃなく、しっかり物を噛んで、唾液とともに飲み込んでたから、俺はそのあたりの免疫力は強かったと思う。俺、サプリメントほとんど飲めんしやった。そうなんですか。えその違いからサプリメントを摂取してる人も結構いましたぎうさんおった。そういう人にかけて鼻ズるズるやった風邪ひたりしてたわ。あ、そうですか。えよく噛んで、唾液出さないから。唾液って食、食、 持つのバランスを整えて、自分が欲しいと思ったとき飲み込むようになったんだよねあ<ー>、うん、まあそれはいいとして、その投風邪ひ、はいた、もう頼むで、ちゃんと整えてや。うーんうん ミカンクいまくらなんか、ま。<laughs> いやいや、そうです。<laughs> ビタミン C ですよね。うん、で,ねでこの28日なんですけども、まあ、はい、ライオンズの今、先発ローテーションのピッチャーの中で、うん、まず、ウルフ投手は9月19日に抹消されてますんで、登録を。うんうん、ですから、これ投げることはできません。はい、で、戸亀投手も9月21日に一軍登録抹消してますから、これ10日経ちませんから、投げることはできません。うん、で、野上投手だと中4日になりますから、まあ、ないですね。うん、行くとしたら、菊池雄星か田畑なんですよ。 うん、で、田畑は9月18日に一軍登録抹消されてるんですけども、うん、9月28日はもう登録は可能なんですね。うん、このどちらかなんですよね。行、うん、くとしたら。俺は優勢に行ってほしいな。あ<ー>だって苦手のまんまで終わるんですかうん。田畑投手は対ホークスは2試合投げて、<ー>0勝0敗ボーグルスは3.86。まずまず投げてますね。まずまずよりも僕は菊池優勢を、えー、はい。 ホークスにも負けないピッチャーにしとかないと、うん、ファイナルステージ、じゃあ最終決戦で誰がマウンドに上がるって言った時に、はい、めり合わせで優勢行ってみ不安で戦うんですかもう自爆取れた優勢がいるって言って戦うんですかえー、そうですね。これやらない限り、俺ライオンズのエース菊池って認めへんで、ね。まあ、必ずヤフオクでやりますからね。うん、ライオンズはイーグルスを、そう。ファーストステージ破ったら、うん、もうこれもヤフオク決定ですか投げとくべき。うん、ああ<ー>。 あともう一つ要素がありまして、うん、ホークスの東浜は今最多勝争い、16勝、腰の張りで一軍登録抹消されました。菊池は15勝です。うん、はい。ですから、まあ菊池は、あと2回チャンスがあると思うんですね。うんうん、そこで、まあ1つ勝てば並ぶし、2つ勝てば抜くことができると。単独でいこうよ。単独で。うん、並ぶんじゃなくて追い抜きたいよ。はい、えー、で、土曜日にあのファイターズ戦、同日とあるんですけど、うん、土曜日のファイターズ戦投げて、 そして、今度来週のメットライフドーム、これ10月5日木曜日のファイターズ戦に投げると。これで、まあ、比較的得意なファイターズから2勝を上げる。っていう可能、まあ、いうことをすることもできますね。なんと言っても、日本シリーズに出るんでしょライオンズは。いや、そうですね。だったら優勢がソフトバンクといって、 ヤフオクドームで投げなきゃ勝たなきゃ。打線爆発で優勢が4、5点取られても打線爆発で勝ち星つけなきゃ。ああ。チームのこれ必須条件だと思う。そこで一つ、ユース、菊池優勢が怪盗ラマのピッチングでホークスを破っとけば、これファイナルステージの戦い方が全然変わってきますね。そういうことやな。ああ、そっか。もう向こう、ライオンズ来てくれるならでもビビりまくるよ。もう今までの菊池優勢投手のホークスの苦手意識っていうのは。ガラリとかなくなるわけですよね、ほぼね。それの方が強みでしょ そうか。これ、このね、熱が、これどうなってるかでも6回でパッと降りたから、本当に熱があったら投げられへんから。はい。微熱ぐらい。多分。うん。じゃあ、菊池雄星は28日、ヤフオクドームで投げるべきと。僕はそう思ってんのよ。うん。そうなった時には、強い強いライオンズがそこにも完成する、コンプリートするんですよ。はい。2017年、強いライオンズ、コンプリート、それで短期決戦いってみ、どれだけ強い ですね、うんかなり頼もしいかも、うんうん、そっちの方が。でしょ、奈央ちゃん。うん,うん、そうしてほしい。うん、そうしてほしいんですけど、でもなんかね、こう、一番の不安が拭えなかったりもするすそ、ね。それを拭わないいけないでしょそう、う拭わなきゃいけない。で、それをちゃんと収めることができ、成績を残すことができたら、 アメリカ手を挙げてもいいから。うん。<laughs> うん。なんやかんや言うて、あのメジャーのスカウト見て帰ってるよ。これがローテーション4番で5番とのピッチャーだったらいいんですよね。苦手なところを外しても。筆頭でしょ。筆頭はダメですね、やっぱりね。はい。パリーグ2位争いを徹底分析。生パリーグ情報を略して。生パ <laughs> また吹いてる。後半は現役ラストゲームでホームラン。<laughs> ロッテ、井口忠人選手の引退試合を振り返ります。はい。昨日行われたロッテ、井口忠人選手の引退試合。6番 DH でフルスをした井口選手。 ま、1対3ですね。3対1と2点ビハインドで迎えた9回、ノーアウト1塁。日本ハムの守護神、スイから、バックスクリーン右へ、同点のトゥーランホームランを放ちました。こんな野球選手おんねんな。ねえ<ー>。うんうん、うんまあ、引退試合でホームランを打った選手も何人かいるけどもさ、はい、試合展開見て、最終打席になるかもというところで、<う>チームを救う同点ホームランやねん。はい。しかも相手ピッチャー、ファイターズの抑えの切り札、マスイでしょそうです。 まあ、いろんな賛否があったの、今日実は朝から。えー、高梨に叱り、うん、井口に対して敬意を払いストレート勝負。はい、敬意を払いって言うとさ、うん、なんか、そこでまっすぐ投げなきゃいけないのかってなるけど、俺はそうじゃないと思う。うん、高梨が、井口忠人という、スーパー賢人、はい、スーパー野球選手に、自分の全てをぶつけて、何か、 メッセージがあったと思うね。<ー>で、今後自分が大きく飛躍するために、イグスさん僕にメッセージくださいって言うような僕は対戦だと思って信じて見てんの。えーはい、でも、なんか周りは引退する人に真っ直ぐ投げるのが敬意だって。いや、俺はそうじゃないと思う。うん、フォークピッチャーだとフォーク連投してもいいと思う、ね<ー>うんじゃあ、スイ投手はフォーク投げて叱るべきだし。うん、だからその場面でね。だからマスイがどう思って投げたか。えー うん、いや、引退する人だから、まっすぐこだわって投げました。ええ、だと、チームをどう、どう導いてしまったんですか、あなたっていう話でしょ。うんうん、じゃ勝つために一番選択したものなので、あそこは引退する人に対してとか、絶対言ってほしくない、そこだし、うん、多分言わないともうか,かるわ、うん、この先も。うん。まストレート投げることが、一番の、 アウトに取る手段だと思い投げて、それがコントロールミスだったっていうことだと思うよ。うーん。まあ、増井投手はね、当然、そのストレートも大きな武器ですからね。うん。まあでもね、井口本人が、高梨に対しては、首振って、首振って、まっすぐ投げたんだって、フルコンとから。結局、高めのストレート、空振り三振したのあったでしょ。ありましたね。ね。あそこで、素晴らしい投球をありがとう、頑張ってくれって言って、彼にバットをプレゼントしたと、井口から、高梨に。まあ、あのこだわりはいいと思うけど、あの球界の場面は、お互いプロとして、 それはしのい、あの、お互いがプロとして、勝つためにやるべきことを選択したシーンだと俺は思って、はい、だこれは皆さん誤解しないでください。えー、うん。まあでも、ストレートと分かってても。いや、うんね、打たれへんよ、普通そんな。ねセンター、バックスキルの右って言ったら、一番深いところですよね。うんうん、あの、バッティング練習で 10, 10スイングで10本ホームラン打てるって打てないでしょ打てないですよ。ホームラン競争見ててもそうじゃん。えー、あの場面で、チームを救う、同点ホームランを打てるっていうのは、彼の、まあ、 努力が作った僕らたちに言わせる星の下すごいよねってよく聞くでしょそんなんもやっぱ見えるね。努力で頑張ってそういう野球選手になったんだろうと思うけど。だって八木さんあれですよ、デビューの試合で満塁ホームランですよ。で、引退試合で9回同点ツなんですよ。チームがさよなら勝ちだって。もったいない、本当に。いや、増井投手も、あの、センター守って最後ボール見送った西川選手も、いや、引退する人の打球じゃないって言ってましたよね。 ほんでね、彼の何がすごいかって、野球人生を振り返ったときに、彼と話したんだけど、いろいろ僕も調べて、あこんな野球選手おるんやなと思ったことが、彼、アマチュアから高校野球から考えて、全部一流の舞台踏んで優勝経験してんねほとんど。ほんで、もうメダルも取ってるわけよ。それがホークスでも、アメリカでも、ほんでまだロッテでもなんか一回優勝してないしてますよね そんな選手優勝大英でもホワイトソックスでもロッテでも全部優勝してますからねそうやね追い込んでもさ思いっきり決めにいったストレートボール1個2個アウトコース離れてても右手でパンチヒッティングで宇宙間に昨日のホームランみたいにガバーンって持っていった俺が印象の宇宙に残ったのは右右ち側も一つ大名詞ですからねそうやね右手が負けへんバッターやねそうなんですね でで彼なんややかも回いそうすよ栗山監督ねあのファイターズの昨日言ってたのは守備のスローイングこれが素晴らしかったとべてに秀でてるわけですね器用やったしね何でもできるんだがはいそっかじゃあンちゃんその井口選手との思い出ということになるとやっぱり 宇宙間に運ばれたそっちやね、はいホームラン、うん、あのレフトに打たれたってよりも、ええ、ヤフオクドームで追い込んで、絶対三振取ったんねんと思って、ええ、思い切りアウトコースのストレート投げて、ええ、ボール一個にこうカット気味に外行ったんだけど、はい、それを捉えて、ガーセンって線だからちょい右に打たれて、うん、だから落ちてけへんの落ちてけへんな思っそのままオーバーフェンスよ<ー>びっくりした。 から人間的にも本当、ない挨拶もちゃんとできんねん、うんで、僕はアスリートとは、どんなにすごくなっても、偉そうになったら終わりだと思ってるのよ、一つもないねん、すごくなれればなるほど、なんていうのかな、謙虚な姿勢も持ち、すごく目配り、気配りのできる野球選手。 21年間のプロ生活、うん、日米通算2254安打、うん、そして295ホームラン。295まで行くと300本本塁だ、ちょっとね。<ー>294やったら、うーんって、なんか不思議なこの差があるんだけどさ。<laughs> えーえー ほんで娘さんはべっぴんですよ。あのシーンだけ、まっちゃん、実況してたでしょ、モニター見てたでしょ、あの娘さんが始球式するときだけ、今まで見たこともない井口のやわらかい表情見た、目尻下がるって、ああいうこと言うね。パパの顔でしたよね、びっくりさ。 あんだけキングギドラみたいな顔していつも戦ってた人間が2枚目ですからね枚目どんな顔してももしくはメカゴジラみたいな顔していつもごっつい表情で戦っててそうそうまた2枚目がぐっと引き締まるんですよねそれかもう娘さんの始球式の時だけはもう何がの丸いドラえもんみたいな顔なったら娘さんホスレンダーなのにいいこ投げてましたよね投げてたほぼキャッチャーの近くまでがアウトコースのワンバウンドのねっ父親の野球の姿見ててねうんんか運動センスも感じだねそうですね うん、まあ監督というね、期待も高まってますけども。ほ、うんまいね。うん。どないなるんやろ。ね、えー、うん、でも一人の賢人が去るときには何か残してることも大きいですし、はいえー、新しい賢人と言われるような若い選手がググググっと出てくるから。うん、うん。来期のロッテはほんまにね、要注意やねまっちゃん。はい。今夜は生パリーグ情報を略して、生パ。お送りしました。